アイテム番号 SCP-129JP。 オブジェクトクラス、セーフ、ユークリッド。特別収容プロトコル、 SCP-129JP1 群は不透明な硬質カバーを裏面にはめた状態で、財団標準の収容ロッカーにそれぞれ収容してください。常に施錠をし、鍵は収容責任者が保管してください。実験等で SCP-129JP1 を取り出す際は、担当者は決して裏面を視認しないように注意してください。裏面への暴露実験はサイト管理者の許可が必要です。収容違反が起きた際は、目隠しをした D クラス職員にアームを用いて回収を行わせるようにしてください。また、現在新たなオブジェクトの捜索が続けられています。説明。 SCP-129JP は SCP-129JP1 の裏面の付着物を視認もしくは触知することで発生する認識災害です。 SCP-129JP1 は SCP-129JP を引き起こす付着物を伴う履物で、付着物は裏面に貼り付いていています。付着物を剥がす試みは、付着物が異常性を発揮する最小単位が不明であり、損壊によって収容をさらに困難にする可能性があるため行われていません。最初に発見された SCP-129JP1A は、収容サイト、81、で使用されていたスリッパです。SCP-129JP1A は、収容サイト、81、で発生した事案、削除済み、の後、特性が判明し、回収され現在の特別収容プロトコルが制定されました。裏面の付着物を視認した場合、被験者は強い恐怖の反応を示し、SCP-129JP1 から逃走を図る、逆に SCP-129JP1 を自身から遠ざけようとするなどを試み、強行状態に陥ります。この暴露直後の反応は認識災害によるものか、強烈な不快感、恐怖から来る正常な反応であるかは、まだ解明されていません。この一時反応自体は10から30分程度で収まります。SCP-129JP のより異常な特性は、暴露直後の一時反応が収まった後に現れます。暴露後に被験者は、強度の強迫性障害に類似した精神疾患を発症します。発症した被験者は、同種の付着物の存在に対する強迫的な恐れを持ち、SCP-129JP1 だけでなく、異常性のない一般の履物も忌避し始めます。この時、これらの履物の裏面を見せることは一時反応に近い強行を引き起こします。発症後忌避の対象は急速に広がり、約1時間でカバンや椅子などの家具、カーペットなど、一般に床や地面に置く使い方をする物品をも強く避けるようになります。同時に何らかの実体の移動音の幻聴を報告するようになりますが、これが単なる幻聴なのか、被験者にのみ認識できる実際の音なのかは分かっていません。この忌避反応は12から18時間後には、床に置かれたものへの忌避から自身が床に触れること自体への忌避へと進行します。この段階の被験者は歩くことに強い抵抗と著しい嫌悪感を示し、椅子や机などの台がある場合、被験者は台に登り自発的には降りてこなくなります。観察では、被験者は台に登ると一時的な安堵感を得るように見受けられます。もし適当な台が見つからない場合はその場で直立したまま一切移動しなくなります。被験者はこの直立状態を長時間維持するため、多大な肉体的苦痛を示します。なお、台の上に登った場合でも最終的には台の上面すら、床、として判断するようになり、いずれの場合でも24時間以内に直立し動かなくなる状態に収束します。自発的な移動が一歩も不可能になった被験者は、脱水症状や極度の心身の疲労により、外部の援助なしでは3日ほどで死に至ります。強制的に歩かせる試みは、被験者の強行と激しい抵抗を引き起こすため困難ですが、不可能ではありません。しかし被験者を床に寝かせる実験は、被験者の、編集済み、
という結果になりました。治療法は発症後6時間以内のクラス A 記憶処置が有効ですが、床を歩くことに対する嫌悪の反応、実体の移動音の幻聴が永続的に残るケースがあります。なお、一般に強迫性障害治療に用いられる暴露反応妨害法は特性上用いることができず、有効な治療は前述の早期の記憶処置のみです。SCP-129-JP は裏面の視認だけでなく、触知でも引き起こされます。裏面への接触が直接引き起こすわけではなく、裏面の付着物が何であるかを認識することがトリガーとなると推測されています。また、裏面を撮影した画像、動画の視認でも SCP-129-JP を発症することが判明しています。さらに、暴露した被験者に対するインタビューでも、裏面に何を見たのかについては被験者すべてが詳しい回答を拒否するため、失敗しています。付着物の組成調査も、博士の SCP-129-JP 発症を引き起こした2000年、月、日のインシデント、以降中止されました。以上のことから、どのような手段であれ付着物の理解は認識災害を引き起こすと推測され、付着物が何であるかの特定調査は全て中止されています。ポイ1。2012年、月、日、県、庁の集会所で、SCP-129-JP と同様の認識災害を引き起こすサンダルが発見されました。2時間後、収容部隊が到着するまでに、3人が暴露しました。現場でクラス A 記憶処置がなされ全員回復しました。オブジェクトは SCP-129-JP-1B と指定され、収容されました。これを受け、本ドキュメントも一部改訂されました。他にも同様のオブジェクトが存在する可能性が指摘されています。ポイ2。2014年、月、日、県、市の市民センターで、SCP-129-JP と同様の認識災害を引き起こす靴が発見されました。1時間後、収容部隊が到着しましたが、すでに、人が連鎖的に暴露し現場が混乱していたため、人の被害者の収容に失敗しました。人は、全員4日後に、湖で溺死している状態で発見されました。2オブジェクトは SCP-129-JP-1C と指定され、収容されました。周辺地域、関係者には記憶処置の上、カバーストーリーが流されました。本件で同様のオブジェクトの存在が確認されたため、エージェントによる広範な捜索活動が開始され、同時にオブジェクトクラスの引き上げがなされました。不自然だと思いませんか？ SCP-129-JP-1 の裏面のこびりつきが起こす事案は起きても、奇妙な履物に踏みつけられる前の、何か、事態が起こしたと考えられる事案は未だ確認されていません。私たちはこの異常なスリッパより、踏みつけられる、何か、事態を捉えるべきなのではないのでしょうか。おそらく、今もどこかの床にいるのでしょうし、研究員、